私は今外資系コンサルティング企業に勤めておりまして、観光庁のお客様を対象に国としてどういうシステムを作っていけばいいのかというところの提案また支援をさせていただいている、そんな仕事に従事しております。高校生の頃はそもそも、自分の他人の先生に憧れを持っておりまして、で教師いいなという思いから教育学部を選択肢に入れてました。ただ学内で教育学部の勉強だけじゃなくて、実際に留学を経験したりだとか、その中でいろんな方と触れ合っていく中で、あ、教師の道だけじゃなくて、他にも、いろんなことにチャレンジしてみたいなっていう思いが芽生えたので、そちらの道に、ちょっとシフトしていったというような形です。いや、もうコンサルは教育学部めちゃくちゃ私自身はつながりがあると思っていて、授業全般に言えることだと思うんですけど、教育学部当然教師になる方も多いので、教師として子どもたちにどういうふうに教えるであったりだとか、また子どもたちがどういうふうに成長できるのか引き出していく力みたいなことを勉強する機会が多かったかなと思っています。でそれはお客さんからいろんな思いを引き出すっていう時にもすごく役に立っていて、三谷さんよく話を聞いてくれるねっていうふうに実際お客さんからも言われたりするので、それは本当教育学部で身についたことだなと思っています。いわゆる何をしたいかわからないっていう方であっても、教育っていうところは、すごく私自身はどの事業にも通じていることだと思っているので、教師になる方だけじゃなくて、それこれから何か新しいことを追求していきたいっていう、追求心のある方っていうのはすごくおすすめかなと思っています。